なおです。本日はセブンズグッドさんでお買い物をしたので、そちらの購入品をお見せしていきます。もうずっと気になっていたアプリだったので、ようやくデビューできてすごく嬉しいです。宅配ボックスに入れてくれたんですけど、すごいド派手なカラーでびっくりしました。こんな感じで入っています。まず1点目、こちらチケット収納ファイルとなります。サイズが2種類あったんですけど、私は一番小さいサイズを購入いたしました。お値段249円となります。チケット収納ファイルということなんですけど、私はチケットを収納するんではなくて、ネイルシールを収納しようかなと思って購入しました。もうね、以前違うサイトで購入していたファイルがもういっぱいいっぱいだったので、新しく新調したっていう感じですね。これはね、めちゃくちゃ容量があります。私が前購入してたのは40ページぐらいだったので80枚しか入らなかったんですけど、これ120枚入るんだよね。多分すごくない？超入るくない？大きいサイズは結構大きめだったので、多分チケットが入るサイズ感なんだと思います。これは別に私はシール収納したかっただけだから、一番小さいのでしたけど、すごいですね。たくさん入りそうです。2点目がこちら、角質除去してくれる便利アイテムだそうです。お色味ライトピンクのお値段990円。これはですね、もう私がずっと欲しかった商品なんですけど、集合体恐怖症の方はご注意してください。こんな感じになっています。タコさんみたいなところは吸盤になっていて、キュッて壁とかだったり床に吸盤くっつけて、お背中を洗ったりとか、あとは足裏を洗ったりするのに使うかなと思って購入しました。っていうのも、私ね、バスアイテムが体洗う用一つと、あと背中洗う用一つ、足裏を洗う用で合計3つ使ってるんですよね。それぞれ違った形のを使っているんですけど、かさばって仕方ないから、背中って結構手が届かないと思うんですけど、これだったら壁にくっつけてしまえば、あとはこうなんか左右でフリフリ踊っていれば洗えるんじゃないかなと思って、今後のバスグッズとして愛用させていただきたいと思います。ピンクとグレーがあったんですけど、私はピンクにしました。3点目がこちらです。ボア生地透明パスケースと書いてあるんですけど、大体の方がオタ活グッズとして使われるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ可愛くないですか？これ見た瞬間一目惚れしちゃって、マイメロちゃんとシナモンくん以外にもプリンくんとか、あとキティちゃんとかいたかな、クロミちゃんとか、その辺もいたんですけど、もうこのピンクと白がすっごく可愛くて、しかもね、お目々がキュルキュルになってるんですよ。ちょっと伝わらないと思うから開けちゃいますね。めちゃくちゃ可愛い。ちゃんとキーホルダーになってる。え、あって、何この星、超可愛いじゃん。あとこれがシナモンくん、一個一個袋に個包装されてるのもすごく衛生的でいいですね。待って、可愛い。なんだこの可愛さ。きちんとふわふわでモコモコしてます。こういうのって多分サンリオショップとかで買うと結構いいお値段しちゃうと思うので、このクオリティで1000円以下で買えるってとてもすごいことだと思う。チェックのリボンがふわふわ大きくて可愛いです。この左右のお耳にもギングガムチェックのおリボンがついています。真ん中パールですね。お目目がキュルキュルしてるんですよ。ピエン系っていうか、キュルキュル系っていうか、すごく愛らしいお顔で、ほっぺたハートになっています。超かわいい。後ろこんな感じです。こちらは青と白が基調になっています。キングガムチェック青色で、パールもしっかりついています。ここちょっとほつれがあるんですけど、こういうのは私は切っちゃうので問題なし。あ、待って、こっちはね、ちっちゃめのハートになってるんだけど、シナモンくんの方は結構大きめのほっぺたハートになっています。したらね、早速入れていきたいんですけど、このクズハさんの5周年チェキと、あとトゲくんのチェキを使って入れていきたいと思います。パスケース入れても可愛いんじゃないかな。え、待って、めちゃ可愛いんだけど。サイズ感っていうか、結構この横幅余裕があるので、チェキ系を入れるんであれば硬質ケースとかに入れると固定されると思います。そしたらこれじゃなくて、コレクションカードと、あとパシャコレ系ですね、お二つご用意しました。中入れていきます。あ、
これは結構サイズがぴったりしてるな。こんな感じです。この部分をストッパー代わりにするんだと思います。そうするとこんな感じですっごく可愛くなります。パシャこれを入れるとでもぴったりしてる。こんな感じ。可愛いんだけど、どの界隈でも絶対に使えるアイテムだと思う。これ私オタ活グッズとして今後使っていきます。持ち歩いたりさ、おカバンにつけても可愛いと思うし、お友達とお揃いにしてもいいんじゃないかなと思います。5点目がこちら。これもね、結構気になっていたアイテムで、コンタクト装着器になります。お色味ピンクのお値段709円です。箱にも書いてある通り、コンタクトを指を使わず簡単に付け外しができる便利アイテムとなります。説明書とかがきちんと箱の裏に書いてあるんですけど、私びっくりしたのが箱がベコベコではないことに感動しています。中はこんな感じ。カラコンをコンタクトをすくうときに使うのかな。こんな感じになるんだと思います。めちゃくちゃ便利じゃない。超便利アイテムを買ってしまった。ちゃんとね、洗ってまたね、この中に保管できるので、すごい衛生的で良さそうです。雑貨系は以上で、続いてコスメになります。まず一つ目がこちら。ブランド系なのかな、このブランドだと思います。ちょっと私もよくわからないんですけど、お色味01番のお値段429円となります。超お安いですよね。これがですね、フロレットさんから出ていたリップコンシーラー風のアイテムになります。セブンズグッドさんにフロレットの本物があったんですけど、残念ながら気になっていたリップコンシーラーはなかったんですよね。なので似たような感じの購入しました。パッケージが可愛い。01番購入したんですけど、こんな風になっています。リップコンシーラー風なんで、この唇コンシーラー塗るよりこっちを塗った方がいいっていう商品なんですけど、結構色つくな。こんな感じ。これちょっと結構色が濃いな。もうちょっと薄めのベージュ系を想像していたんですけど、ちょっと落としてみるか。こうやって結構色はつくんだけど、ちゃんと色残ってる。でも一回ね、こうティッシュオフするといい感じのカラーに馴染んでくれます。すごくない？この色全然違うんだけど。この上からリップを重ねるといいみたいなやつですね。めちゃくちゃ良さそうです。リップ最後こちら2つあります。フロレットの公式通販から購入することができる本物商品となります。お色味が S03 番と S06 番を購入しました。どちらもお値段が809円となります。開けていきます。まず03番。めちゃくちゃ可愛い。超可愛いんだけど、やばくない？なんだこの可愛さ。もう超超狙っていたものだったので、まさかのセブンズグッドさんで購入できると思わなかったからめちゃくちゃ嬉しいです。こんな感じ。これね、YouTube ショートとか TikTok を見ている方だったら多分なんとなくピンときてると思うんですけど、ショート動画系でバズっていたフロレットさんのウルチュルリップになります。まず S03 番から見ていきます。開けるとこんな感じ。めちゃくちゃ可愛い。偽物も出回っていて、すごい見つけにくかったんですけど、調べたところによると、この800円台のものが正規のお値段で買えるみたいです。私フロレットはね、結構アイシャドウとかよく買っているんですけど、リップはあんまりね買ってなかったから、すごい新鮮で、これね多分、あ、こうだ、こうやってノック式だ。待って、すごい感動、ね、ちょっとずつ出てるの分かるかな。なので多分、ね、あんまり出しすぎるとあれだから、手の甲に塗っていきます。ちょっと出すか。03番がこんな感じ。あ、めちゃすごい、めっちゃチュルチュルしてる。やばい、やばくないですか、このチュルチュル加減。これ唇に乗せたらやばいよ。体温で溶けるタイプですね。めっちゃチュルチュルしてる。ゼロの9番も塗っていきます。待って、めちゃくちゃ可愛い。いや待って、これもすっごい可愛い。多分ね、何回も重ね塗りしていかないとあんまり色が乗っからないようになっています。ちょう
調整はしやすそうですね。結構濃いめのリップつける方だったらもどかしい気持ちはあると思うんですけど、このくらいでよしですね。私はこれを全体的に塗って唇の中間に06番塗ってグラデーションにしても良さそうです。この上にちょっと乗せてみる。06番、こんな感じになっています。ちょっと分かりにくいと思うんだけど、こんな感じ。あ、でもね、やっぱ塗ってるのと塗ってないのとじゃ全然違うと思う。こっちはすごい透けてるんだけど、コンシーラー系のカラーを乗せた上から塗ると透け感がそんなに目立たなくなりました。そういう塗り方をしても良さそうですね。色持ちが良くないって書いてあったんですけど、どうだろう。あ、色持ち良くないな。でもなんかキラキラ残ってて多少色残ってるっていう感じかな。え、待って、めちゃくちゃに可愛いものを購入できて超嬉しい。一軍ポーチ入りします。購入品は以上となります。合計8アイテム購入させていただきました。皆様いかがでしたでしょうか。気になる商品とかありましたでしょうか。私はだいぶ満足です。今回購入した商品は概要欄からリンクに飛べるようになっています。今回特別なクーポンも発行していただいているので、ぜひぜひそちらもご活用いただけますと幸いです。通販になかなかないシステムなんですけど、自分が購入した商品たちが梱包されていく、その動画をね、発送通知とともにご添付されていて、自分の商品がどのように梱包されているのかとか詳しく見ることができたので、すごく安心したお買い物となりました。今後もセブンズグッドさんで気になる商品がありましたら購入して皆様にお見せしたいなと思います。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。マオでした。